はい、どうも、こんにちは。今回またヘビーレイン続きからやっていこうかなと思います。前回は、一回操作を思い出していい？ 前回は、名前なんだっけ？主人公、E さんか。E さんが、E さんの息子が行方不明になって、加えて、なんか警察のやつのエピソードもやったって感じで、今回また新しいキャラクター、まあ、最初なんかね、4人っていう風に聞いたっていうか見た気がするから、多分これが最後のキャラクターだよな。やっていこうか。歩く、思考、なんかやんだよって感じだけど、まあ、やっていこうか。顔の向きを変えて、あれだよな。基本的にこれで R2 だよな。で、これで座ると。いや、セクシーだね。前回も触れたけど、だいぶセクシー。おいおいおい。おい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 。セクシーだね。いや、でも顔が、ちょっと顔はいいかな。セクシーだな。ダイナマイトボディだぜ、これ。だいぶ。あ、でも、可愛いかも。こうやって見ると。あれだな、グラフィックの、いや、角度があんだな。角度がね。やっぱ人間誰しもそうだよな。なかなかね、自信のある角度ってそんなないからね。こっちの椅子は何すんの？お前は。いや、かなりダイナマイトじゃない？これ。セクシーの極みなんだけど、やばくない？プリプリやん。何これ？ 何やらせてんの？この着席は。でもアップとかないもんな。ジン行っていいっすか？お前ねえじゃないの？あ、セクシーだな。これ、このままでいいよくない？もう。このままでよくない？もう。このまま行こうや、どっか。海外そういうとこ寛容だからさ。このままどっか行こうや。あ、これあっち側行けるかな。いや、でもあれ多分出口だな。多分。いや、着替えたくない。ちょっと。この瞬間楽しませてよ。あ。ダメだよな。そんななんか。あ、シンバルよ。行ってみようぜ。いや、これ。いや、セクシーだな。特にちょっと、なになに、着替えとけばよかった。危ない危ない。男いないよ、お前。気をつけろよ。そのダイナマイトボディ狙われるぞ、お前。自覚を持て、自覚を。怖っ。やだやだやだ。そんなとこ見たくないわ。ダイナマイトボディじゃん、せっか、あ、なになに。セクシーだもん。いや、ちょっとさ、取り置きのさ、飲み物やるのやめようや。ちょっと汚いって。衛生的にどうよ、お前。あ、電子レンジだったね。ダイナマイトだな。顔がもうちょっと いや、でも、美人だよな、普通に。グラフィックの都合上な、ちょっと。まあ、角度的にもあれな時はあるけど。どここれ？あ、ビルか。あれかと思った。野球場のライトかと思った、一瞬。ビルね。結構いいとこ住んでな、じゃあ。これ結構高層じゃない？お金持ちなんだ。今怖かったからな、視界、あ、なにこれ。ごめんね、全然進まなくて。今消すんかい。逆逆。消してたものをつけるんや。なあ。あ、直飲みしちゃった。つけばよかった。ごめんね、なんか。豪快だな。何それ、水なら許すよ。水なら許すけど、お前。あ、水だ。ナイス。おい。さっきいるの分かった。あ、で、犬とかいうオチじゃないの、でも、なんか。犬視点だったみたいな。ん？どうした？めちゃくちゃいいとこ住んでんな、てか。高さやべえぞ、普通に。高さやべえし、対面のビルも大概高え。あ、この視点の方が落ち着くわ。しゃあないな、もう寂しい終わりや。気があるしかね。あ、これ気つけようぜ。お、いいね。いい明かりだな、強っ。明かり強っ。
着替えちゃ、もうごめんね、サービスシーン終わりだわ。すまん。楽しみにされていた方はね、ちょっと本当に申し訳ないんですけど。ん？どうした？なんか事件を追ってんのか。なんか、それっぽくない？あの写真の貼り方は。ん？これは？あ！二度寝とはエッチだね。あ、どうした？一旦着替えようや。ちょっと怖いから。この格好で行くとやっぱさ、ちょっとやっぱちょっと、なんて言うんだろう。なんて言うんだろうね。攻撃的になっちゃうかもしんないから。一旦着替えよう。ねえ。ちょっとやめよう。男ってそういうとこあるから。一旦この格好から、やっぱその性的なさ、そのさ、格好やめようぜ。結構大事かもしんない、そういうの。その格好変えるだけで、あ、違うか、これ。なんか、霊的なものがあれなのかな？霊的なものを感じやすいのか？そういうオチであってほしい。なんか見た、あ、違うな、それ。ああ、誰かいる。部屋の中に誰かいる今、わ。いたね、がっつりだ。机の上の電話、助けを呼べる。あそこか。玄関、唯一の逃げ道。たどり着けば逃げられるかも。いや、でも電話してる暇あるか。いや、これもう幻覚じゃない？ねえ。そんなことないって普通。でさ、鍵閉まってたし、玄関。ケツがセクシーだな。おいおいおい。幻覚。ああ！おいおい、やめろやめろ、おい。おいおいおい。強っ。もうそんな格好するからやって。危なっ。集中しろ。二人いる。お前許すと思うね。俺が負けると思うなってね、おい。危ない。ナイス交換。結構偉い人なのかな。危ない。てめえ、ぶっ殺しちゃうかな。危ない。いや、ミス、違う違う違う、ミス、違う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 。今やったって上。は？二人がかりはずるいって、おい。セクシーの体でさ、ちょっと。頑張れよ。俺は負けないぞ。集中するわ。ごめん。俺も行きたいもん。この女の子守りたい。危ない。いや、ちょっと待って。助けに来て。誰か、男の人助けて。男の人助けて。男の人。なんか偉い人なのかな。危な。ちょっとやめてやめてやめて、ちょっと。でもこいつらでもあんまりそういう性的な目的じゃなそうだな。なんか、強盗、やっぱお金持ちっぽいからな。強盗なんだろうな。どうやって入ったし、てか。おい、やめろやめろやめろ。やめろやめろ。おいおいおい。おいおいおい。おいおいおい。ナイス。股間刺してやる、こいつらの。ちぎったらちぎれよ、お前。危な。鍵閉めた、ちゃんと。もう一人いるし。って夢かーい。夢かーい。夢かーい。まあ、結構パックリ行かれたからな。まあ、状況的にもないわな、よく考えたら。まあ、でもちゃんと入れてよかったわ。もし俺がね、あそこでだって、夢でしょ。ね。こんなんやらせてるけど、どうせ夢でしょ、みたいなね。スタンスだったら多分結構、ねえ、もうゲーム的にもなんか冷めてたから、よかったわ。信じて。毎回顔のアップで始まるんだよな。これ意味あんのかな？なんかこれからちょっとこれが伏線になるのかな？この顔のアップの意味がさ。ちょっと肌荒れ始めるとかさ。ちょっと肌乾燥しがちみたいな、そういうことなんのかな？
これ家じゃない？あ、イーサの家じゃん。めちゃくちゃ記者集まってるけど。どこで掴まれた？情報を。警察がでも漏らすわけないもんな。でも俺こうイーサンがさ、なんかその今までのさ、その両親が教会から戻ると子供たちがいなくなっていました。見た。両親は子供たちを探し、名前を呼び、泣き叫びました。状況合ってるね。子供たちの姿を見ることは二度とありませんでした。いやー、これ見るとな、焦るよな。上、何これ上って。ああ、いよいよ。ね、これなんとかティケット書いてる。なんとかティケットって、ここを出てこのチケットの意味を解明しなきゃ。急に何それ。は、出ていいの？え、何それ、ここを出てって急に何覚悟。あ、めっちゃいるマスコミが。これマスコミに対するリアクション見ようぜ。いや、もうなんかちょっとイーサン、なんか感じるもんないね。え、いつもと違う光景広がってない、イーサン。で、正面出口から出たくないよな。あの、絶対絡まれるもんな。それなんかぬいぐるみないの？ぬいぐるみ。これ持ってたらさ、あれなんじゃないの？あ！これをさ、届けに、あれ？これ持っていけよ、お前。なんだっけ？誰だっけ？息子の名前。めちゃくちゃ失礼なこと言っちゃうけど。なんかないの？形見じゃないけどさ、その形見っておかしいか。なんかお守り持ってこ、お守り。あるんじゃないの？すぐ出れるところ、出なくてもいいってことはさ、そういうことでしょ？何かしら、あるんじゃないの？なんか持ってこうぜ。あ、来てよかった。あ、ごめんって。あ、ポスターか。絵かと思った。ごめんって、イーサン。ごめん。考えられてなかった。すごい安直な気持ちで来てしまった。ごめん。でも、ここでね、やっぱイーサンの覚悟をつけないとさ、やっぱ今まではさ、やっぱこう、なんか、行った方がいいのかな、みたいなさ、そんなノリだったかもしんない、イーサンは。でも、ここでもう一回部屋を見ることで、絶対に許さない。そういう覚悟はやっぱあると思うんだよ。こう見たおかげでね。鬱陶しい記者たち。あ、一日中うちの周りに張り付いてる。なるほどね。ここで話してくれるんだ。嫌だよな、これ。マスコミのね、まあ俺も別芸能人じゃないからさ、まあ、なかなかこういう展開はないけど、嫌だよな。外出れないっていう気持ちわかるわ。何この部屋？なんか隠し部屋。あ、仕事部屋か。さあ、裏口から出るか、じゃあ。さすがにね。なんでバレたんだ、イーサン逆に。息子のなんかあれからバレたのかな。何々くんが行方不明になりましたみたいな。で、何々くんの親はこの人ですってなったのかな。特定されたのかな。やるせんわ、ほんと。行こうぜ、イーサン。俺には裏口があるんだぜ。え、車乗るの？まあまあ乗るか。裏口張ってないの甘いよな。正直。裏口張ってないの甘いよ。マスコミとして。どうよ。って俺、人んちじゃないの？ん？ B さん？あ、なるほどね。どこに車止めてんの？マンション的な感じなの？これ、まさか。で、何に引っかかってんの？ E さん。
おかしくないだって人ん家の目の前に自分の車あんの？どういうこと？あ、これ見るじゃん。あ、誰もいてねえ。あそこ左ハンドルか。くそ。ごめんね、ちょっとマスコミさん。ごめん、帰るわ。まあ、顔分かってないのかな、もしかしたら。すいません、行ってきまーす。マスコミ甘々だな。いや、マスコミ甘々だな。おいおい。どういう取材してんの？あれなのかな？お！これじゃん。実際あんのかな？いや、思い出す、あれでしょ？風船見えじゃないの、幻覚で。大丈夫か？大丈夫か？イーサン？この人混みを抜けないと。ああ、恐怖なんだもん。人混みは俺には無理だ。あ、考えとけばよかった、ごめん。荷物ロッカー。全然走れない、イーサン。俺には無理なんだ。ストレスに耐えられそうにない。人ゴミすぎんだよ。またあとダメだ。多すぎる。人が多すぎる。いやこれ何これ。この操作ダメだってイーサン。イーサン、この操作きついって。いやしかもなんでよ。あ、ごめん、ミスった。なんでよりによってお前ど真ん中歩くの。端っこ行けばいいじゃん。振ってる。あ、これもう一回やらせんのか。オッケー。は？何これ？名越か。ごめん、イーサンごめん。イーサンごめん。イーサンごめんね。分かってる。俺も分かってるから。イーサンごめんね。ちょっと元気じゃん。イーサンこんな耐えれるんだったらちょっと元気じゃん。イーサン。きつい、イーサンきついよ、イーサン。え？あ？時が止まった。目覚めたじゃん。怖い。こうなってる時、現実のイーサンはどうなってんの？グロい、なんかグロいわ。ジェイソン、ぶっ倒してるぜ。ぶっ倒してる、お前。おい、ジェイソン、ある、ジェイソン、ジェイソン、こっち、ジェイソン。はっ、ジェイソン、どこ？ああ、後ろだ。どけよ、おい。これじゃなかったっけ？あ、後ろだ。ジェイソン。あ。ジェイソン。どこ？あ、ジェイソン。ジェイソン。これさ、現実のイーサンどうなってんの？ああ、よかった。別に現実で何もしてないんだ。よかった。普通なのよかったわ。
暴れ回ってるかと思った。真ん中で人多くない？こんな多いか。東京とか行ったことあるけど、そんなにそんなに多くないぞ。海外ってもこんなもんかな。18列3番6課。なんか検問されてるよ。じゃあごめんね、イーサン違うんだよ。すいません、通ります。失礼します。18列。これじゃあ16、17、これか。こんな帰ればいいのか。あれ違う、17、なんか受験番号みたいな。あれか、どこが18列。あ、これか。ここじゃん。じゃあ E さん視点がむずい。 E さん、そう、そこ、これ。ん、なんかパスワード書いてんの。あ、てかいろんなとこ開けれたな今。てか、いや怖っ。どうする、生首だったら。あ、そういえばあれじゃん、くれたじゃん、保護者が。私立探偵に。そういえば。保護者が私立探偵にくれた箱と一緒だ。え、趣味悪っ。あ、あれだ。見たことあるぞ、この感じの。なんとかホテル。海外ってこういうのが主流なのかな、こういうホテルが。どでかく構えないのかな。ほんとこれぐらいでいいよな、でもな、実際な。満喫以上。ねえ、ビジホイガーぐらいの。お、ラッキーロッカー。トロフィーもらった。こちら。いいとこだな、でもこれ。いくらかかったこれ。結構良くないこれ、普通に。作り。結構いい作りしてるよな、これ。情報によりますと、昨晩、スタントン区域で少年が行方不明になりました。父親と公園で遊んでいる最中に失踪しています。詳細は依然不明ですが、ジェレミー・ボールズの失踪に続き、バレるの早すぎだろ、家。関与しているのではないかとの疑いが持たれています。警察がマスコミに繋いだのか。確定すれば、この事件の犠牲者は9人になります。どこ見てんだよ。これ見るの？生首とかって怖くない？え？何これ？な、折り紙がいっぱい入ってるよ。3、4、2。いや、犯人してんじゃない？これ普通に。どうしよう、でも時間がいい感じなんだよな。ここで一回切っていいか。ごめんけど。息子を救う勇気はあるか。女王のガレージへ行け。これあれかな、挑戦状かけてんのかな、犯人が。ゲーム感覚なのかな、サイコパスでありがちな。ん、あ、つなぐんだ。あ、音声かな、こっちか。助けて、パパ。ああ、どこにいるの、すごく寒いよパパ。いや、えぐ。愛する者のためにあなたは命を懸けられますか。ゲーム感覚だな。だから銃は渡してんだ。5つの折り紙、一つ一つが試練を表し、各試練で手紙が手に入る。住所は手紙に。
ゲーム感覚だな。俺が持ってった方がいいんじゃない？そうだね、そうだね。あ、なんか、え、折り紙持ってかないの？あー、ごめんごめんごめん、行っちゃうんだ。これ見てないわ、あんまり。あんまホテル楽しんでないわ、ごめん。え、お前の車緑だったっけ？え、お前の車緑だった？黒じゃなかったっけ？あ、切り替わるか。あ、切り替わるわ。ここでやろう。あ、止まらないわ。はい、ここでやろう。じゃあ、あ、出した。